はい、どうも、ラキです。今日はですね、経験者ではなくて、初心者のことを、怠慢になるのかな？長い時間ゲームやってる人と、まあ、買い始めの初心者って、勝負にならないと思うんですよ。なので、別に自分本気でやらないし、まあ、戦ってるふりって言うと失礼になっちゃうかもしれないんですけど、まあ、優しくね、遊んでいきたいと思います。あ、来た！ランク1じゃん！え、ガチのランク1じゃん！サナさん、よろしくお願いします。相手ランク1だから若葉しか持ってないぞ。絶対若葉だぞ。で、これがもしサブ若だったらわかるし、本当に初心者だったら、本当に初心者なんだろうし、よろしくお願いします。はい、マッチングしました。工具倉庫。まあ、怠慢といえば工具倉庫なので、このステージでやっていきます。あ、同じ格好して、ツインテールなのか。お、ちゃんと塗ってる？ちゃんと塗れてるね。この怠慢はやっぱここで戦うのがいいよね。工具倉庫。あれ、来ないな。あれ？あ、ボムだ。あれ？来なくね？あ、来た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 。ん？あ、これ初心者だ。これは本当の初心者かもしれない。いや、これ初心者だよね。これをさ、倒せって言われてもさ、倒したくなくなるんだけど。頑張ってるもんね。あ、ボムで探してるのか。で、ちょっと塗ろっか。気づかないふりしてちょっと塗ろう。後ろから行こう。あ、バレちゃったかな。探してる探してる探してる。あ、ボムで探してるの結構賢いな。上向いてる。はははは、びっくりしてる、びっくりしてる、びっくりしてる。ちょっと塗ろっか。こっち来たか。あ、ボム投げてきた。うわぁ。バレてるよね。じゃ、バレてんだよね、一応ね。ボムか？ボム投げようとした。あ、ボム投げてきた。危ない！危ない！あ、上に登ってきた。危ない、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 危ない。やられちゃう、やられちゃう。いや、まだやられない。俺はまだやられない。ちょっと逃げるか。ちょっと敵陣地逃げたら、敵陣地逃げたらどんな反応するんだろう。こっちいるよ。こっちだよ。こっちだよ。ちょっとズーム機能で見ていくか。来た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 。あ、来た。来た来た来た。あ、来た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 。な、ボムだ。じゃ、降りちゃおっか。ちょっと、登れないよ、そこ。癒されますね。かわいいな。いや、この勝負は、引き分けという形になってしまいますかね。お、来るか？やばい、追い込まれた！やばい！追い込まれる、追い込まれる！危ない！危ない！引き分けだ！この勝負引き分けだ！ちょっと武器変えるか。え、なんかさ、いい武器ないかな。あ、キャンピングシェルターのさ、傘をさ、開いて、当てるのどう？キャンピングシェルターでいいんじゃない？これでいこう。はい、マッチングしました。
今回はね、キャンピングシェルターを持ちました。この武器は傘の部分を開いて飛ばせるんだけど、これね、これ開いて、当てる。これを当てる。この部分を当てる。びっくりするんじゃないかな、最初は。ね、多分動画とかを見てるから、傘とか、わかると思うんだけど、ボムとか投げてくるしね。一応倒し方とかわかると思うんだけど、大変そう。おりゃ!お、ボム。頑張ってる。危ない危ない。なんか倒しちゃいそうだ。まさかランク1でさ、戦い挑まれるとは思わなかったわ。あ、探してる。おいしょ。傘発動。めっちゃ撃ってる、傘に。弾かれるんだよね、この武器当たると。発動。ほら。弾かれてる。この武器さ、なんか逃げれなそう。もしなんか追われちゃったら。あ、来た。こっちだよ。ガード。おお、すり抜けた。あ、そっちいないよ、俺今。いないいないいない、そっちいないよ。こっちだよ。ここよ。ふい。あー、やられる。これボム投げられてやられそう。うわぁ、危ない。やめて!やめて!やめて!危ない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 !やられるとこだと危ない。ちょっとトラップ仕掛けてみよっか。罠。あ、そっちじゃない。今こっちです。よいしょ。あー、俺の罠が。もう一個。罠や。そこ罠や。おお、当たった。逃げろ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 。逃げよ逃げよ逃げよ。危ない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 。めちゃくちゃ撃ってくる、怖い。おいしょ。気づいてんのかね。おいしょ。攻撃じゃ。下がりつつも攻撃する。危ない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 。やられちゃやられちゃやられちゃ。まだね、勝負を決着つけたくない俺は。わあ、ボブ。うまい。今すり抜けてくるのすごいね。やばい危ない危ない。おお引き分け引き分け引き分け。今回も引き分け。はい。また、ハコフグ倉庫。いやー、正々堂々3回目の戦いになりました。ちょっと今回は、倒して、まあ、タイマンっぽくっていうか、まあ、タイマンなんですけど、まあ、ちょっと多分ね、もう気づいてると思うんだけど、あっちもね、多分ね、キルされないなーって思ってるんですよ。絶対に。俺だと思うんだけど。あ、やっちゃいそう。倒しちゃいそう。ここに置いてるだけで。諦めたか?あ。くらえ。あー、8キル!ちょっとタイマンっぽく。まあ、タイマンなんだけど。タイマンっぽく。行こう。ボムはちょっと投げないようにしよっか。ボム危ないよな。初心者の頃ってボム避けられないよね。くらえ。あー、倒してしまった、また。これで今、2の0か。まあ、始めたてでさ、まあ、こうやってキルいっぱいされるのってあんま気持ちくないじゃん。よいしょ。こっちやで。こっちやで。こっちや。ほら、勝負だ。こっちや、うな。うな、こっちや。よいしょ。
よいしょ。なあよかったよかった。帰れる？リスポン帰れるか？あ、リスポン帰れないのか。帰り方わからないか。だいたいタイマンってあの、え？歩いて帰ってるよ。あ、じゃあ歩くんじゃない？じゃあリスポンはジャンプで帰らないと。歩いて帰っちゃダメだよ。あ、こっち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 、戦いですよ、戦い。おいしょ。ほら、おいしょ。こっちだ。うな、こっちだ。おいしょ。こっちやで。おー。こっちやで。あ、インクなくなっちゃった。これ、これ、これ、これ。インクなくなった。あ、うな、インクなくなった。やられた。ジャンプして喜んでる。これ、同点だ。まあ、いい戦いですね。あ、また歩いて帰ってるよ。もう、なんで歩いて帰るんだよ。これで最後のキルで勝負が決まる。ほら。うわ、終わんない。終わんない。あ最後の最後にキルされた。よかったよかった。いや、まさか歩いてリスポン帰ると思わなかった。スーパージャンプ教えてあげよう。あー、負けた。はい、どうもレイです。前回、初心者のこと、タイマンをやったんですけど、まあ、見事負けてしまったんですよ。で、今回は、かくれんぼタイマンっていうのが、まあ、最近流行ってるみたいなんで、多分俺が隠れても、あんま見つかる自信ないし、まあ、探すのって結構難しい。なんか塗るのが、まだね、上手くないと、初心者の頃って塗るの難しいじゃないですか。結構ね、一人で塗ろうとすると、塗れないとこって結構あるんですよ。なので今回僕が探して、いきたいと思います。ステージはね、ちょっといろいろ考えたんだけど、高低差がないステージがいいかなと思ったんで、本部トラックとか、かな。本部トラックで、やりたいと思います。さあ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 、1分間ね、ちょっと塗ってもらうんだけど、大丈夫かな、ルール。さあ、あと20秒になりました。1分間ってさ、あんま塗れないよね、言うて。しかも1人だと。あっさり見つかっちゃうかもね。よし、1分経ちました。あ、濡れてるね。こっち側は、こっち側さすがに濡れてないか。あ、ここまで来れなかったんだろうな。濡れてるとこは、敵陣地の方だね。まあ、一応、濡れてないとこも探すか。もしかしたら、塗らないで隠れてる可能性もあるかな。俺に合わせてさ、動いてるわけでもない。いないね。いないこと確認したんで敵陣地行きますか。どこだろう。隙間なく塗るか。隙間作らないように塗ろっか。ここは？いないね。え、うまく隠れてるね。全然見当たんないわ。いない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 。あれ？どこにもいないじゃん。え、どこにもいないじゃん。濡れてないとこにいんの？いなくね？え？ちょっと待って、いたんだけどさ。ちょっと待って。いたんだけどさ、ここさ、鬼行けないとこなんだけど。ちょっと。はい。あ、届かない。はい。あ、降りてきた。ここ俺行けないよ。あ、倒した。あ、見つけた。おい、行けないとこじゃん、ここ。なんで、なんでそこいんの。
一番最近やったのは、初心者の子と、ランク1の子とやったんですよ。で、その子がめちゃくちゃ可愛かったんだよね。そう、超可愛かったの。で、ま、いろいろ来てて、いろいろメール来てて、ついに初心者見つけたから、入ってきてもらいました。良きに計らえさん、ちょっとよろしくお願いします。ランク4だね。ランク4だから、まあ、初めてちょっとしたぐらいかな。前はランク1でほんと投げか、ボムの投げ方とか、シューターの打ち方も分かってなかったんですけども、今回はランク4なので、多少は戦えるのではないかと思います。ということで、いつも通り縄張りバトルを運ぶそこでやっていきましょう。武器とかギアどうしよっか。もうなんか、適当でいっか。適当っていうか全然ついてない方がいっか。ここら辺の帽子かぶって、ちょっとおしゃれではないけど、まあ、こんな感じで、行きましょう。はい、待ち伏せしました。ということで、戦い、対マンしていきたいと思います。で、ちょっとね、メールの文でちょっと書いてあったんですけど、ジャイロオフですって書いてありました。多分ジャイロは、あっちないんですよ。ジャイロないでやってる人も多分結構いると思うんですけど、あ、来んの遅い。あ、ジャイロなしっぽいわ、すごい。ちょっと塗っとこっか。ちょっと塗っとこっか。上向いてないやんか、すごい。これ、癒しね。俺の場所分かってるかな？分かってるね。あー死ぬ死ぬ死ぬちょっと壁塗って。壁塗っとこう。おい。当てられる？当てられる？あー頑張ってる。うわー危ない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 。すごくない？なんか荒ぶってない？大丈夫？結構荒ぶってない？こう食い棒で倒せんじゃない？足元濡れてないね。足元が濡れてない。はい。なんかちょっと大人げないかな、食い棒。足元塗ってるよ。あーごめん。今ちょっとクリアリングしようとしたらやっつけちゃった。ジャイロオフって感じすごい、するね。やっぱジャイロってさ、エイム合わせるの慣れてくるとすごい簡単じゃん。やっぱ最初ってさ、スプラトゥーン始めたてって、ジャイロ、なんか慣れないよね、最初。うまくいかないよね。そしたらジャイロオフにしちゃうんだよ。自分の友達もそうでした。ジャイロオフでやってました。倒したいぞ。いや、倒しちゃっていいんだよな。倒しちゃっていいんだけど、俺倒せない、これ。ほら。カクカクしてるよね、エイムが。うわあカクカクしてる。おっと。お、危ねえ。どこだ？あ、上か。どこ？あ、そこ？うわあぐぐぐぐぐえぐぐ強い。ジャイロオフか。ちょっと俺もジャイロオフでって言うかな。次ちょっとジャイロオフやろ。もう一回戦おっか。オッケー。見て、ジャイロオフにした。はい、間違えしました。ということで、ジャイロオフにして、戦いたいと思います。で、ジャイロオフなんですけど、ぶっちゃけ慣れてない。本当にジャイロオフにしたこと、ジャイロオフでやってたことは、今まででそんなないし、ジャイロオフでなんか FPS のゲームって感じするよね。スプラトゥーンでちょっとなんか足元も塗らないといけないしさ、上下に忙しいんだよな、このゲーム。あ、めっちゃカクカクしないこれ。めっちゃカクカクする。え、これむずっ！よくこれでできるね。当たらない！当たった。あ、でもわかる。でも上向くのわかる。なんか、下と上向くのなんかわかる気がする。あちょっと待って、あ、ちょっと登れない助けて。あ、どっ、消えた。あ、どこ？あ、狙ってきましたね。くそ、上に登ったね。上に登れんの？すごい。全然登れない。またえ、ちょ、これ無理だ。登れない。うわ、すげえカクつく。見てる人も結構カクついて見えるから、酔っちゃうんじゃない？酔ったらごめんね。
上からちょっとずるいになっちゃうが、降ります。クイーボも投げれないんだけど。はい。はい。おわ、あっちボムか。初心者同士の、初心者同士の打ち合い。あ、待って、当てづらいし、なんか相手上向いてるし。あー、よし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 、当てられた。よかった。やっと当たったよ。もう観察どころじゃないね、もう。必死だね。必死。お互いが必死に戦ってるよ。結構距離あるんだよね。距離ある段階から俺ら顔見せて撃ってるんだよね。改めてインクを潜って近づくゲームだと思ってるんだけど。あ、上だ。上だ、どこだ？あ、下だ。むずい。あ、むずい。ジャンプとかした後全然弾当たんない。あー。これバレてない。バレてない。よし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 。もう一丁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 。ああ、バレてないよね、これね。オッケー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 。はい、バレてない、バレてない。はい、バレてない、バレてない、バレてない。